おはようございます。今朝は特に私の方から報告はありませんので、皆さん方のご質問にお答えしたいと思います。幹事社の読売新聞です。よろしくお願いします。中国や香港マカオ の税関当局において、日本産食品の通関がこれまでより遅れているという問題についてお尋ねします。これまでは水産物でしたが、最近では他の食品にもですね、検査が厳格化していますが、先日の大臣会見では大臣からですね、詳細な状況については確認するという趣旨のご発言がありました。調査した結果及びと合わせてですね、政府として何か中国などに対して踏み込んだ対応を検討されているものがあればお聞かせください。以上です。はい、ありがとうございました。もうこれも皆さん方のテレビやあるいはまた新聞等でいろいろ書いていただいておりますが、日本産食品、特に水産物を中心にして日本産食品の輸入規制について、先日のこの会見でも申し上げましたけれども、通関地帯が出ているということは我々も承知をいたしておりまして、具体的な状況はまだ詳細にはつかんでおりませんけれども、いろんな形で影響が出ているということにつきましては聞き取りをいたしているところでございます。一部発生をしているよということも情報も確認いたしておりますし、引き続き正確な情報の把握に努めるということと、それからもう一点は関係省庁と連携して、今後の対応は検討していきたいと、今何をするということについては農水省は農水省なりで、特に冷凍物の、冷凍じゃない場合、生物の水産物なんかが止まって、もうこれは結局引き取らざるを得ないと、こんな状況にもなりつつありますので、これらについてどうするんだというところのまだ検討も具体的には進んでおりませんが、何らかの対応をしなければいけんだろうというふうには思います。先日の会見では、中国などがですね、どういったその理由で閉じるかというについて、そこがわからないので、対応のしようがないんだという趣旨のご発言があったと思うんですけども、裏返せばその政府として何かなぜ止めているのかというのを公に踏み込んで尋ねたり、そういうアクションというのをお考えありますでしょうか。なんで止めてるんだ、あるいはまたその通関に時間がかかるんだと言っても、それらの理由は一切中国も香港も言っておりませんので、いわば日本として対応のしようがないというか、もう向こうのなすがままにこちらの方としては見ている、あるいは聞いているしかできないですね。具体的に何だって言えばまたこちらの方も反論できるんですけれども、ただ検査が時間がかかっているとか、そのような話ぶりだというふうに思っておりますので、それらについては具体的にはこちらもコメントしていないところです。幹事社から以上です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。日本農業新聞の松村です。生乳のことでお伺いします。今日から8月に入りまして、飲用向けを中心とした乳価が1キロあたり10円引き上げられました。これに伴い牛乳やヨーグルトなど多くの品目が値上げとなるわけですけれども、生産コストの増加が価格に反映されたことへの受け止めと、あと今後の需給への影響についてどのように見ているかをお願いいたします。はい。今月、今日からですね、1日から、乳価が、原料の乳価が10円引き上げられたというのは、これはもう以前に、メーカーと指定団体との話し合いの中で決まっていたことですが、これ、本日からその値上げのが実施されるということは、我々も承知しておりますけれども、ただ値上げのその価格がどのぐらいになっているかっていうのは、値上げ後のものがどのぐらいかっていうのは、今調べてくれって言って今朝
指示をしたところでございます。まあ、したがって、例えば具体的に申し上げますとですね、明治は出荷価格の1から 11% 引き上げると、まあ、いうような話が来ております。さらに、雪印は 4.3% から 17.4%、幅があるんです。それから森永が 1.6 から 9.9 というようなそういう幅があるんで、実際この幅の中でどのぐらい値上げをしたかというのは小売の方を見てみないとわからないというのが実態でありまして、ただメーカーの方からこういったような報告を受けているところで、値上げの幅は今申し上げたように、まあ1から 10% ぐらい上がるのかなと。ですからそういうふうに計算していきますと、200円のものが、まあ、10% で20円値上がりするのかという予測はつくんですが、実際どのぐらいの値上げになっているのかというのはまだ実態をつかんでおりません。まあ、したがって今日の役所の方でも小売の方の実態を調べに入っていくだろうというふうに思っておるところでございまして、実際のところはまだ分かっておりません。すいません、まあ、コストがちゃんとその生産コストの増加が反映されたことの受け止めに関してはどのように？まあ、入荷のこの値上げのところでコストを吸収できるかってなると、まあ、それぞれの酪農家の皆さん方がどういうふうに受け止めるか、まあ、私も昨日ちょうど生協の皆さんとも日本生協連の会長さん方とも話をしたんですが、まあ、本当ならばコストを全部吸収できるような価格設定をしたいんだけれども、ただ消費者の皆さん方がそれで納得するかどうかというのは非常に難しい問題がありますよねって、まあ、生協自体もそんなことを言っておりました。ですから小売の皆さん方も今多分メーカーの方からはそういう幅のある値上げの方向性は出されたにしてもですね、実際小売の段階ではどういう形で売っていくのか分かりません。はい、いいですか？はい、はい。はい。どうぞどうぞ。右から行きます。ごめんね。日本経済新聞の西野と申します。一番最初の幹事社さんの質問に関連してですね、中国や香港でその日本産食品の輸入規制がある種導入されているかと思うんですけれども、すでに漁業者さんからは、国内価格にも影響するんじゃないかという懸念の声がすでに強まっているような状況です。経産省の方ですでに300億円の基金というのはあるとは思うんですけれども、改めてその漁業を所管する水産庁を持つ農林水産省として今後新たなどういうふうに支援をしていくかという考えについてお聞かせいただけないでしょうか。はい、まだその漁業団体の方からは私宛てにもそういった今おっしゃったような要請書が来ております。まあ、しかしながらどのぐらいのそういう補償なり補填をしていくのかっていうのは、まあ、まだ影響がどの程度なのかというのが把握できておりませんので、これは他の省庁とも関連する話ですので、経産省やあるいは外務省とも話をしながら、関係各省と話をしながら今後やっていきたいというふうに思っております。まあ、例えばですね、中国への冷凍物を今ストップしております。で、生の生鮮の水産物は昨年の実績でいくと100億やってますから、まあ、マックス100億の影響が出てくるということですけれども、それのどの程度の影響なのかというのはまだ分かっておりませんが、ただ貿易額でいくと昨年は100億ですから、マックスでいくと100億ぐらいの影響が出てくるのかなと思います。それからまあ漁業者の皆さん方からはやっぱり、あとはそういうのはちゃんと国の責任においてやってくれよというような要請書も来ておりますので、まあ、今後関係各省と話をしながらどういう形でやっていくかというのはまだ今からです。はい、他にいいですか？はい、どうぞ。テレビ朝日の北村と申します。どちら？あ、テレビ朝日です。テレビ朝日、はい、はい、
処理水についてお伺いします。本日、処理水関連で、関係者と意見交換をされたと伺いました。どのようなことをお話しされたのか、また、総理との協議で処理水の放出時期など、具体的なお話は出たのかなど、現在の状況を教えてください。はい。今日の、今まで2回目かな、この関係閣僚会議っていうのは、今日は総理の方からは、それぞれ我々も西村大臣が漁業者と話し合いをしたとか、皆さん方のマスコミ報道で見るだけで具体的に本人から話を聞いたことはなかったんですが、今日は総理の方から、農水省、先ほど私が申し上げましたように、水産では100億ぐらいの中国との取引がありますとか、あるいは西村大臣は漁協の皆さんと話をした、そういったような結果がどうでしたという、いわば情報交換のようなものでありまして、何をこの処理水でどうするかという話は一切なかったということであります。まだ今からだと思います。はい、どうぞ。朝日新聞さん。ありがとうございます。朝日新聞の加藤です。昨日ですね米の作付け面積24の府県が一応減というような結果が出ました。でまた需給見通しもしくは在庫量も出たんですが、需給700万トン切ったりですね、この辺のことについての評価はどのように見ております。基本法ではいろいろまた国内産の増産とかですね、そんな議論もある中でこの結果はどう見てますか。お願いいたします。はい。いよいよ米価のシーズンになってきますと、各紙こういったことのテーマで取り上げていただくわけですが、今回の米価の見通しにつきましては、昨日のあれは何だったっけ、食料部会が開かれて役所の方から現状の報告をしたと、いうことでございまして、一人当たりの消費量の減少によりまして、大体需要実績は691万トンとなったところだという報告をしたところでございます。今回策定した基本指針では、令和5年6年の主食用米の需要量は681万トンというふうにしておりまして、5年産の主食用米の生産量は669万トンでありますから、非常に在庫量は184万トンというふうに見通しておりまして、大変、今までにないタイトな数字が出てきておりまして、おります。ただ、皆さん方もご承知のように、米の作況というのは、まだ今のところは、出ておりませんので、これはいつやるんだっけ、第1回目は。作柄ですか。作柄。何回か分けている。そうだよな、だから第1回目は8月、そんな形で3回ぐらい作況を出すんですが、それによって、卸の皆さんだとか、あるいはまた生産者の方々が、今年はこのぐらいのという値頃感が少しずつ出てくるのが、今から先8月以降じゃないかなと。もう早期前は出したよな、超早場前は出てきておりまして、だいたい私の鹿児島でも700円ぐらい昨年からすると上がっておりまして、どうなっていくのか分かりませんが、普通期米については今後の作況によって、価格は変わってくると。そしてこの米の価格は市場において決まっていくわけでありますので、それ以上のコメントは私の方からできません。大臣、これに関連してですね、大臣も長い間こう農業政策に従事してらっしゃってですね、いわゆる食感法から食料法になって2018年にはですね、いわゆるこう生産調整をいわゆる減反政策が廃止になりまして、でこう今のようなやり需給見通しを示すやり方にしてるんですが、これは今のところこういった政策はうまく機能しているとお考えですか。そうですね、何年前だったかな、とにかく
私なんかもびっくりしたんですけど、毎年米の消費が10万トンずつ減っていくと、このトレンドは今でもやっぱり同じでありまして、ですから消費が減っていく分、それで生産量を換算した形で、まあ、農家の皆さん方には選択をしていただいておるわけでありますが、まあ、いずれにしてもこの米の消費というのが毎年毎年10万トンぐらいずつは減って、今年はそうでもないんじゃないかなと思ってたんですが、やっぱり10万トンの消費減の、まあ、数字は出ているということですから、まあ、それらを見ながら、あの卸さんなり仲卸さんなり価格のところは今から市場において決定されていくと思いますが、ただ農協の概算金は少し上がる方向にあるようでございます。はい、どうぞ。毎日新聞の山下と申します。原発事故に伴う日本産食品の輸入規制の関連で、一部報道でスイスの大使が昨日内堀知事に8月15日に完全撤廃する方針を明らかにしたそうなんですが、農水省としてこの完全撤廃の情報入っているかどうかの確認と、もし入っていればその受け止めについて、でまた残るエフタ参加国についての動向、最新情報がありましたら教えてください。これはスイスがですかね、8月15日に規制を撤廃するということの発表ですね。まあ、そういった報道があるというのは、まあ、我々も情報としては握っておりますが、ただ、EFTA の諸国、まあ、アイスランドとかノルウェーとかスイスなんですが、まあ、においてはそれぞれの国内手続きを経て EU の措置を運用しており、今般の EU の規制撤廃を受けて、これらの国々においても規制を撤廃することを、まあ、期待はいたしておりますが、まあ、それぞれの国でどう決めていかれるのかちょっとわからないんですけれども、ただ規制が撤廃されれば、被災地の復興にとっても大変大きな後押しになるし、これは総理が先般 EU に行かれて、向こうの代表と話をして、まあ、我々もずっとこのことに撤廃については、それぞれの大臣会合がありましたので、農水は農水、外務大臣は外務大臣のそういったそれぞれの会談がありましたので、お願いをしてきたところが、まあ、先般撤廃を EU としてはしていただいたと、まあ、いうことになりますが、ただあと今申し上げましたように、EFTA諸国とか全ての国がそういう形で撤廃してくれるのかどうかというのは期待はしておりますけれども、まだこのそれぞれの国にお願いする以外ないなと。我々もですね、ずっと私もEU の農業担当大臣と3回会いまして、そしてそのことをお願いしてきた経過もありますが、まあ、最終的には総理が行かれて、そしてその話をまとめてきていただいたというふうに理解しております。